今日は私の作ってるドールコモのご紹介します。こんな感じ。日本の皆さんこんにちは。ウサバービー日本語チャンネルです。今日はですね、なんか宣伝みたいだけど、てか宣伝だけど、私が、作ってるドールコモの6分の1サイズのドールアクセサリーのご紹介したいと思います。まあ、興味ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、最後までご覧いただけたら嬉しいです。ですね、これ去年ぐらいから始めたんですけどね、もともとネイルアーティストなんで、手先はまあまあ器用な方ではあるのですが、まあ、お友達とかね、いろんなご縁があって、こういうね、ドールサイズの小物を作り始めました。で、オンラインで販売してます。ただウェブサイトからだと国際発送、海外発送してないんで、もし気になる方いらっしゃったら、私のウサバービーのインスタの DM からぜひご連絡いただければ、日本にも発送しますんで、よろしくお願いします。でもうこのね、1年ちょっとぐらいかな、やってるんですけど、新しいね、自分のウサバービーコレクション新しいの出したんでご紹介しています。ツルツルのエナメルっぽい素材のトートです。チェーンついてます。そう、表がロゴ、後ろがシルエットで、ゴールドチェーンの方は、裏がピンクのシルエットで、ピンクのタッセルがついてますね。で、あとこれオーロラの素材、これね、今のところ一番人気ですね。で、ちなみにこうパッケージも結構こだわってて可愛いんですよ。で、なんかなんとなくね、ちょっとお菓子みたいな雰囲気のするコレクションになりました、今回は。で、ちなみに長さは肩掛け、ショルダーですね。斜め掛けにするにはちょっと短い、大きすぎるからね、で、これ蓋っていうの、なんていうのはついてないけど、その代わり実際に物いろいろ入れられて、可愛いバービードリに使っていただけると思うので、よろしくお願いします。こっちでオーロラの方、こっちは実は最初に日本先行で販売した時は、ちょっとね、ファンシーな某ブランドっぽいチェーン、クリスタル付きのねやつだったんですけど、もうそれは終わっちゃったんで、今はプラスチックのチェーンのハンドルになってます。こっちも可愛いけどね、おもちゃみたいでね、てかおもちゃかこんな感じ、サイズは一緒です。で、オーロラの方はロゴもね、パールピンクなの、普通のベタっとしたピンクのロゴじゃないんですよ、一応いろいろこだわって作っております。で、こっち黒、ピンクやだって人もいるだろうからね、一応黒も作ってます。で、もう全部ハンドメイドです。で、私たちが作ってるアイテムはこのもう形から、一から全部作ってるんで、何かこう売ってるもののね、組み合わせ、なんていうの、寄せ集めで作ってないですね。で、これラメラメのシリーズ、ラメラメのシリーズもう完売しちゃいましたで、あとこれが別パターンのクリアトート、こうクリアトートのシリーズはもうすっごい、もう去年から大人気で、で、私のロゴでもちょっと作ってみたかったんで作りました。で、これは一応このね、メイクポーチとあとタンブラーセットになってるんですよ、このメイクポーチは開かないんですけど、でもすっごい小さいサイズのアイレットとかついてて細かいんですよ。だからバービードリーしたら結構細かい可愛い写真撮れるかなと。で、これタンブラーで、タンブラーはベースは 3D プリンターで作ってて、で、ラベル貼ってるんですけど、ラベルのデザインはね、ちなみにね、アサバービーのモノグラムみたいな柄をね、パターン作ってプリントしてあります。このセット私超お気に入りですね、これも人気です、すっごい嬉しいですね。クリアのトートね、実際に中入れたら見えるからね。で、これクリアトートがあまりに可愛いんで、小さいサイズもちょっと遊びで作ったらめちゃくちゃ可愛くなったんで、これも販売することにしたんですよ。
半分のサイズ、うん、ちょうどタンブラー2つ入るサイズで、あのね、タンブラーとあとドールサイズのスマホ入れたらね、ちょうどいい感じに可愛く写真撮れますよ。でこっちはセットとしてはタンブラー2種類とちっちゃいトートの3点セットで売ってます。別のカラーのタンブラーです。でもこのタンブラーは私のショップで作ってるのは全部同じサイズなんで、あのもうどんどん集めれば集めるほど可愛く並べることができると思います。あの以前にね、タンブラーセット販売した時もあのすごい人気でお買い上げいただいた方はね、たくさんいらっしゃるんですけど、あのその横にね、ぜひこの朝バービーのタンブラーも並べてあげてください。可愛いよこのシリーズは本当に、ね、ちっちゃい飲み口もついてる、ね、あと全然私のロゴじゃないこういうね、別デザインのタンブラーとメイクバッグのセットも、新しく販売し始めました。これね、この今サンプルはタッセルついてないけど、これにパステルピンクのタッセルがつきます。ちなみにこのメイクポーチはさっき開かないっていう話はしたんですけど、ただね、ちゃんと厚みがあるでしょ、中にフォームが挟まってるんですよ。だからいい具合のね、うん、厚みありますんで、バビロリにはいいかと思います。ただの薄っぺらい紙じゃないんでね。でこちら、リンク説明欄に貼っておきますので、ぜひ全部アイテムチェックしてみてください。日本からのオーダーはインスタの DM から受け付けてますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタスティックでバービーな一日を今日もお過ごしください。朝バービー日本語チャンネルでした。